北朝鮮が核実験の準備完了か、アメリカのシンクタンクが分析。アメリカジョンズ・ホプキンス大学のシンクタンク米韓研究所は12日、北朝鮮の北東部プンゲリの核実験場で新たな核実験の準備が完了し待機中だとする衛星写真の分析結果を発表しました。またアメリカの国営ラジオ放送ボイスオブアメリカは12日夜、アメリカ政府その他情報筋の話として北朝鮮が坑道に核爆発装置を設置したようだ、現地時間15日午前にも実験を行う可能性があると報じたということです。どうも坑道の入り口付近で活動が続いているのが、新たな活動なども確認されて、司令室付近にも数人の職員の姿が捉えられたと、こういうことだそうです。職員というか、まあ、技術者、技術者、うん、でも今、ちょうどアメリカの空母がね、朝鮮半島に向かっていって、だいたい到着するのがこれ15日っていう、今読んでいただいたその15日に核実験を行うかもしれないって、これだいたい同じ頃っていう感じなんですかね。まずカール・フィンソンの動きは今回あんまり関係ないっていうのはご存知だと思うけど、第7艦隊のロナルド・レーガン原子力空母が、横須賀にいるやつですね、定期修理中なんです。そうですね。それでちょっとまあ個人的に米軍といろいろ話してて、繰り上げできるって聞いたら、車も空母も同じで、うん、定期点検だから余計に必ず交換しなきゃいけない部品とか、部品って言っても空母ですから、どでかいやつからちっちゃいやつまであってね、やっぱ繰り上げ無理じゃないかなって。その通常だと5月上旬までかかるんですよ。でその間この朝鮮半島情勢が緊迫してる時に、実は第7艦隊の中枢動けないと問題なの で、はい、で前から分かってることだから、カール・ウィンソンを北上させてると。だから一部報道にあったオーストラリアに行く予定が急遽っていうのは、はい、米軍の内部に聞くと、いやあんまり米軍の行動詳しく言いたくないけども、要は必ずしもそうじゃないよっていうことなんです。ただし、僕は今朝大変ショック受けたのはですね、はい、これちょっとどこまで言っていいかをか、どこまで言っていいんかじゃないけどもいや僕あの番組出たことないんですけど朝非常に早い時間、つまり絶対人目につかない時間に、情報機関の長と会ったんです。で、どこの国かも言えない。日本かもしれない、アメリカかもしれない、イギリスかもしれない、本当に。ただし、今日本に、日本で活動している、もちろん公の情報機関でしょ。どっかのシンクタンクじゃなくて。はい、家族を避難させると。それで、要は、The war is coming って言っても、日本人かもしれないですよ、いや本当に、僕あえて今ぼかして言ってるだけで、その人の立場をも分かって、でこの人がですね、わずか 2,3 ヶ月ぐらい前までは会った時に、僕が戦争になる恐れは1割あって、で9割ないと、でも逆に戦争になる可能性が1割あるっていうのは、専門家レベルで言うっていうのは大変なことなんですよね。でその時に彼はゼロだって言ってたわけです。それは北朝鮮についてはその時からシリアへの攻撃っていうのは実は話はあったんだけど、水面下では、本当はね。でもシリアは反撃してこないけど、北朝鮮は必ず反撃あり得るから、日本に対して、まあ、韓国もそうだけど、特に日本に対して影響が大きすぎるという話で、したがっていろいろこう脅しをかけたりするけれども、核実験やろうとも、核実験もその今カルちゃんが言ったかな、4月15日にもともと予定されているわけだけど、それがあっても戦争にならないと言ってた人がですね、今朝は要するに変化あったって僕が聞いたら、いや家族を避難させようとしてると。で僕もこの間自分 の配偶者にミサイルが飛んでくるかもしれないよって言ったら、じゃあここで死にますと、まあ、僕の配偶者は船乗りだからその辺はさっぱりしてるわけですよ。でもそうじゃないその情報が集積する立場の人が、仕事は仕事として、でも家族への愛情からして、もう避難させなきゃいけないと。それで、で可能性ね、可能性を数字でお互い表すタイプじゃないんだけど、一応聞いたら6割と言ってるわけですよ。ね、でこれはこ の, クールな霊利な前ゼロって言ってた人が6割言うっていうのは、こんなんも信じがたいですよ。で日本それ全然できてないから、さっきの暗黒国会もそうだけど、もうそれよりもその
安倍内閣も含めた日本の危機管理が出来上がってないっていうのは本当に重大な事態で、はい、ただしですよ、うん、ただしその今朝の段階でね、この核実験の動きは一旦止まってるという話もあったんですよ、うん、人数を増やすのはさっきね、うん、あの校長に技術者って言ったけど、技術者の数を減らさないけど増やさないのがこの一両日続いてたんですよ、うん、それでやっぱりシリアの攻撃の後急に北の様子が変わったんで、うん、手控えるのかなっていう観測も、観測ってメディアとかそんなレベルじゃなくて、はっきり言って、うん、あの完全なあの専門家レベル、専門家っていうのも評論家じゃなくて実務の話、はい、軍を含めた、日本でいうと自衛隊を含めた、はい、それがですねまたちょこっと動き始めたんですよ。でこのまま核実験やると、そしてあのロナルド・レーガンが復帰してくるとですね、本当にあのまさかの戦争になりかねないんですよ。むちゃくちゃ緊迫した、安全保障長いことやってるけどこんな状況は誰も経験、誰も特に、ね、あの僕も日本国民ですが、はい、自衛官も自衛隊の将軍たちも退役将軍も誰も経験したことがない。じゃあ94年の核危機だとか2010年のヨンピョンドの砲撃だとか、そういったあの緊迫よりもさらに先に、そうです、持ってるものが変わってきてますよね。ちょっと青山さんにそのことでね2つぐらいお伺いしたいんですけどこれ答えられないかも、うん、要するにその弾道弾にそろそろ核を詰める状況になってるんじゃないかと、なってます、もちろん、いうことですよね。ですからそれにしてはこうさっきおっしゃってたように日本側の備えどうなんだと、で国民に対しても、まあ、あんまりパニックを起こさせてもいけないというのがあるのかもしれませんが、はい、うん、もうそろそろね、そのこれに対して国民が例えばまあ、J アラートってあるじゃないですか、ああいうものでその、うん、まあ、最初の一報が出て、はい、じゃあ私たちはどうすればいいのと、どう行動すればいいのみたいなことも一切何も発信がされてこないっていうこと、ね、自分がこうしたって話はあんましたくないけど、でもやっぱり責任上はっきり言うと、はい、まず予算会テレビ中継ない時に、うん、質問の機会が回ってきたんで、はい、まあ、そういう話もしたわけですよ、うん、ね、うん、それから予算委員会以外の委員会でも、はい、それから一番決定的なのは昨日、うん、はい、参議院の資源エネルギー調査会があって、そこでたまたま質問の指名があったから、うん、原子力発電所に、うん、を北朝鮮のミサイルが狙った時に、どうやって住民の方々に避難していただくかっていう、これ絶対のタブーだったんですよ。まして与党からそういう質問が出るってことはありえなかったけど、原子力規制委員会の田中俊一委員長も、はい、それから総理官邸の永見孝太郎官房長官もちゃんと正面から答えられました、うん、ね、でだから別に無理に安心してもらうために言うんじゃないけど、で戦争になるかどうも、どうかももちろん決まってません、うん、まだ僕は3-7だと思ってる。今日そのインテリジェンスの人がそういう発言を個人的にしたとしたけども、3-7で7がない方でも3あるというのは大変なことだけど、ようやくその備えをしようとしてて、で僕はとりあえず国会議員になろうがなる前から専門家の端くれですから、はい、現行法制で、で平成16年から施行されている国民保護法制ってあって、そこで国民保護計画があって、で原子力規制委員会の原子力防災計画には実は有事は想定してないんだけど、はい、国民保護法は、うん、4項目あって、テロとかね、はい、着上陸侵攻と並んで、うん、弾道ミサイルのはっきりあるんですよ、うん、それで J アラートもあるんだけど、うん、J アラートがなかなかうまく働いてくれなくて、それで訓練をずっとやってなかったことがあるんだけど、うん、これ日本国民は民度が高くて賢いので、パニックになるだけではないので、パニックになる人も必ずいますけれども、うん、これはもう備えなきゃいけないです。というのはですね、はい、今の4月5月の危機を仮に乗り切っても、乗り切ったら余計に北朝鮮は必ず今カルちゃんがおっしゃったその核弾頭を積むっていうのを、もっと潜水艦に積む SLBM を完成させる、それから ICBM 長いやつ、それ1年2年続いたら必ずもっと深刻になるんで、はい、つまり今日のこの4月の半ばから、僕たちの北東アジアでは少なくとも 1,2 年の間には間違いなく、まさかのことが来るんですよ、うんうん、ツイッターなどでもかなりいろいろいただいてるんですが、ジュージューさんという方、沖縄に住んでらっしゃって、そのような攻撃があった時の具体的な緊急避難のあり方を教えてほしいと、うん、まあ、地下街地下鉄のない沖縄に住んでいます、小学校に通う子どもいます、どういった避難行動が有効なんでしょうかと。これまず今言った通り、国民保護計画っていうのは自治体がやらなきゃいけないんで、はい、いろんなようでも、もう国会議員ももちろんそうだけども、地方議員にも働きかけて避難計画の見直しと、うん、それから実動訓練、それはどうしても費用とお金、ごめんなさい、費用と時間がないっていうなら、機上訓練でも十分意味があるんで、例えば J アラートっていう警告が鳴った時にどんな音がするかも聞いたことないでしょ。そうですよね。でそれを
在日米軍基地がある地域、もちろん沖縄だけじゃなくて三沢からずっとあるわけだけど、その地域を中心にすぐやると。でそれが実はパニックってよく言われるけど本当は抑止力にもなるんで、そうですね、そういうことを備えてるっていうことを見せることがね、そうです、はい、ニュースピックアップ、まずは北朝鮮についてのニュースでした。ご意見お待ちしています。メールボイスアットマーク 1242.com です。はい、ガリバーです。まだ売るか決めてないんですけど、僕の車の値段って電話でわかるんですか？はい、車種と年式、走行距離でおおよその値段がわかります。まだ売るか決めてない方も 0120-66-4747 ガリバーへ。宇宙で一番速いのは光、1秒で約30万キロも遠くに移動します。その光より遠くに行けるのが童話です。想像力は無限大。 JXENEOS 童話賞作品募集中。作品集は被災地の学校などに寄贈されます。 JXTG グループ。ライブに出発しよう。みんなシートベルトはちゃんとしたか？なんで後ろの席なのにシートベルトするの？窮屈だし、やだよ、やだやだ。ダメだぞ。もしもの時にシートベルトをしていないと大変なことになるんだぞ。みんなシートベルトをしていますか？シートベルトをしていないと、事故の衝撃でフロントガラスに激突したり、前の席の人にぶつかったり、車の外へ投げ出されることがあります。シートベルトはあなたの命を守る命綱。絶対につけましょう。運転席や助手席だけでなく、後ろに座っている人も忘れずに。ネクスコ東日本。今日夜10時からのフジテレビは木10ドラマ「人は見た目が 100%」、主演ウルゾン千恵美が共演。女子力ゼロの女子もどきが自分を見つめ直し、より輝こうと奮闘する春にぴったりなラブコメディー。アボイス、そこまで言うか。ニュースピックアップ。4時29分です。有本香里さん、小山茂治さんとお送りしておりますザボイス。続いてこちらです。ドルが強くなりすぎている。トランプ大統領がドル高の進行を牽制。アメリカのトランプ大統領は12日、アメリカの新聞でウォールストリートジャーナルのインタビューで、ドルが強くなりすぎていると述べ、改めてドル高の進行を牽制しました。この発言により円相場はドルを売って円を買う動きが加速し、一時1ドル108円台と5ヶ月ぶりの円高水準となりましたが、現在は昨日よりも50銭ほど円高ドル安の1ドル109円10銭付近で取引されております。ということで、まあ、もともとそんな円高に触れてるようなところがあったんですが、それに加速がついたというところ。そうですね。でもこの確かにドルが、ね、高くなって、この大統領の一言で、まあ、今度は売りに行ってるのは、これは分からなくはないんですけど、この今朝鮮半島をめぐる緊張が高まってる中で、円が買われるっていうのは不思議な話ですよね。普通に考えれば、でも円が買われるんですね。これまず僕はやっぱりトランプさんの発言アンフェアだと思うな。かおりちゃんがコマーシャルの間に心配してくれたけど、また呼び出しクラブって、呼び出しはいくら食らってもいいんですよ。党の首脳陣と議論できるから。だからそれ関係なく言うとですね、はい、この口先介入してるわけですね、完全に。そういうことですね。ずっとトランプさんは選挙中から為替操作するなって言ってきてですね、はい、まあ、口先とは言いながらそれやってるわけでしょ。ただし、その背景が間違いなくあるのは、戦争を考えてるから、戦争になると間違いなく今までのケースで言うとドルが変わりますから、有事のドル買いで、はい、そうどん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 ね、上がっていっちゃうんじゃないか。それで FRB は、ドル高を、まあ、はっきりと支えてる形になってるじゃないですか。目的は違うけども、はい、利上げしてるわけだから、利子がつくんだから、ドルを買えばそこにみんな行きますよね、はい、だからやっぱこれも朝鮮半島危機と関係があって、今後のその異常なドル高を食い止めたいっていう意図がやっぱりあると思います。そうですよね。ちなみにね、午前中財政金融委員会が参議院であって、はい、そしたら日本維新の会のエコノミストの方がね、今国会議員になってる方が、麻生財務大臣にね、こんなことやられたんだから、麻生さん今この場でね、口先で円安に誘導してくださいって言ったら、麻生財務大臣は、お断りだよみたいな、こういう言葉じゃないけど、国際的なルールだと思う、間違いない。あ、そうなんですかね。だから遠くは見えない側近をどんどん切っていく。そうですね。で、選挙戦の時はあれほど大事にしてきた側近も、みんな今、切りにかかってますよね。今度はジェイソン・バンという人を、そうですね、多分ね、基本元に戻らないと思うな。でも結構体制の方にむしろ乗ろうとしてますからね、今ね、軍人さんに乗ろうとして、いや、とにかく軍重視で。そうですね。動画をご視聴いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録していってくださいね。